死にそうなったこととかあるんですか？そうですね、2回ぐらい溺れてるかな。溺れてるっすか、うん、上がってこれないで。マジっすか、うん、ちょっとあんまり思い出すのはこれ言うとほらトラウマですか。いや言うと怖がっちゃうこともあるんで、はい、正直上がってこれなくて96ぐらいの板で、はい、リーシュ15フィートぐらいスカーンって持ってかれちゃってて、もう分からないの。どんどん暗くなって、上と下も分かんなくなって、もうアップアップで。どこなんですか？ハワイです。もちろんハワイでしか死にかけたことはないんですけど。ハワイのどちらのポイントで？まあワイメアベイとヒマラヤン。ああ、ヒマラヤン、うん、グーフィー。ああ、はいはいはい。でかかったっすよ。当時あの前田明菜のお父さんの前田さんがジェットスキー出してくれて、後ろに木本直哉さん水中で入って行くかって誘われたから、ちょっとうんうんって言って、はい、うんうんって言ってうんうんですね。そして朝4時半ぐらいにハレーワハーバー集まって、ライフジャケット着てね、もちろん。ああ、もうライフジャケット着るレベルですね。うん、もう現役やめてたかな、現役やめてたか、ごめん、32、3かな、ちょうどいい時かもしれない。なるほど、うん。溺れたっていうのはどういう状況なんですか？え、引き上げられるみたいな。あとね、はい、まあグラッシーで15フットぐらい来てたの、グーフィーので、10人ぐらい大きいいて、もう10人しか入ってないですね。10人ぐらい朝のモーニングシックな、うわー入ったーと思ったら、もうドチューブで、まあ10トンダンプ4個ぐらい入るんだろうね。もっと入るかな。やばいっすね。あれ、これ俺行くのかな、これ乗れねえよなと思いながら、まあちょっと行ったんですよ。え、テイクオフ？うん、テイクオフ、遠いんじゃなくて、はい、うん、バトルね。で、まあ、はい、乗ったんですよ、1本ダーッと降りて10フィートぐらいかな、まずで乗れて、自分テンション上げ上げになって1本行ってやると思っちゃったんだね。レベルもないのに、そこ初めて入ったのに1本行ってるって思っちゃったので、ゲットして置き着いたら、どこが沖か分かんないぐらいキャパ広いピークなんですよ、あそこ。ヒマラヤンって、まあ、名前がヒマラヤンだからね、はい、で、まあ、多分ここだろうな持って待ったら、サーバー誰もいなかったので、みんななんか食らっちゃってるかゲッティングしてくるかで、ね、で、よし一発だけ行くぞと思ったら、入っちゃったのセットが一人でってもうね、はい、空は見えないの、もうセット画面に入っちゃったの、自分のファインダーに入ったの、自分のバーゴーンって。ジェットスキーも結構待機してたんで、ピューって鳴らしてくれたんだね、セット来たぞーって。もう間に合わないよね、ドーン。で、ビッグウェーブの時は正面に絶対逃げちゃうよ、だから真横に逃げる、じゃないとこのスピードに追いつかないんで、はい、こう逃げるんじゃなくて真横に逃げるんだけど、真横なんですね、はい、うん、ワイメアもそうなんだけど、はい、ピークに逃げたら食らっちゃうの、もう真横に逃げなきゃダメ。そら間に合わなくて、このまま登ってったんだけど、はい、中分だからパドルしちゃった。いや今だから秀吉笑われるんだよ。俺死ぬかと思ったから。中分だからパドルしちゃったんすか。新しいっすね、96の板ドルフィンスルーできないじゃん。こんなだもん、はい、チャックアンドルースさんの板で、こんなやつですよね、ボードみたいなやつですよね。それだってそこでは短い板、みんな10-4とか、ああ、もうカヌー持ち出してくるぐらいの、はい、いわゆるフェイスが長いんだよね、波のね、だから長くないと引っかかんない板が、はい、で、こう行きました。ここ、今でも覚えてるんですけど、一瞬音がなくなって、音がないんです。音がない、入っちゃったね、グレーゾーンに。グレーゾーンに。このまま持ってかれちゃったの。一番やばいやつだ。バーン。このね、このですね、リップとともにこういっちゃうのって一番危ないですよね。あのね、面がアスファルトのように硬くて入り込めなかったの、もうライフジャケットも着てるし。そう。ああ、ここで行きたかったんだけど、もうダメ。そのまま、ひららーみたいな、ひらりー。やばい。で、そのまま行って、はい、落ちるまで、まあ長かったら、早く足つきたかったの。どんな水圧とインパクトで来るか、1分ぐらいある感じ。怖った瞬間、脳みそ揺れましたよ。ふわー。やばいっすね。揺れて、そのまま持ってかれて、まあ足は抜けなかったからよかったんだけど、右足か。スコーンって持ってかれて、9フットじゃん、いた。で、リーシュ15フィートじゃん。結構なもうメーター数なのよ、引っ張られちゃってるのが、はい、でもライジャケ着てるし、リーシュ外そうと思ったんだけど、外したら俺いなくなっちゃうなと思って、要するに浮きにしたいわけ、サウンボードを、はい、結構それでいなくなっちゃうからさ。え、そうなんですか。やっぱサウンボード外しちゃダメなのよ。へえ。溺れても浮いてればノーズだけこう表面に出るじゃん、はい、なるべく外しちゃダメ。そうなんですね。でもライジャケ着てるから絶対浮くから、
知らないと思ってたんだけど、でももうほんと洗濯機ぐるー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 もう行ったり来たり、まあちょっと電撃ネットワークみたいなこうやってすいません今ちょっとで、もうダメだなと思って水3回ぐらい飲んだんだよね。もうダメだと思って、もうじゃあもう苦しいで、はい、いやーねこう行った時に飲んだらガハガハっすね、もうじゃあ。いやいや、もう溺れる時って飲んじゃうじゃん、はい、おおうって感じ。やばい。したら神様だと思うんだけど、右回りのスクリューがあるとしたら今度逆流したのよ。したらここの張りがなくなって、うーって上持ってってくれたの。逆流乗ったわけ。まあラッキーと思わない。なんだいけるぞってだんだんちょっと明かりが見えてきて、多分5、6メーターぐらい持ってかれたのかなイメージだけど、やったーと思って、もうヘロヘロだよその時。やったーと思って水面出たら6、8フィートぐらいのスープでバコーンって持ってかれて、一口は吸えたんだけど、呼吸バコーンってかれて、それからまた持ってかれたのよ。だんだん血液がもうなんかこう動かない、回んない、しびれる。それも多分30秒ぐらい揉まれたと思うんだよな。30秒長いっすね。うん、それもなんとか根性で、自分の頭の中にはだんだんシュワブレイクに持ってかれてると思ったから、浅瀬に行けば誰か助けてくれると思ったのよ、はい、キバレアンってあの岸から沖まで多分500、600、700メートルぐらいあると思うんだよ。遠いっすね。あ、そう、アウターっすもん。ほとんど見えない。ね、その後も来たよ、頭半ぐらいのスープぐらいまでは。でジェットスキー助けに来てくれて、ガーってやってなんとか捕まって、でその捕まる時にふっと横見たら一緒に食らってるやつがいたのよ。わかります？誰か。ちょっと簡単に難しいけど外人ですか？うん、ヒント、アストロデッキ。アストロデッキでチャージャーっていうとネーザン・フレッチャー。おー、ピンポーン。ネーザン・フレッチャー、ビッグエヴァーじゃん、はい、横で食らってたの一緒に仲間がいたんですね。マジか。結構それも近かったの、はい、なんか知らないけど「I'm OK」って言ったら「Oh, I'm OK」ってブーンって来たから「はい、レスキュー coming! You wanna go?」って言ったら「No」って言ってさ、はい、バトルして帰ってったの、まあ、そこは違いだよね、俺とデイザンさんの違いだったんだけど、あ、かっこよかったよ。俺がもう前さんの金ちゃんに捕まって「大丈夫だったよ」って「死にました」って言ってまあその時の映像の写真はね、1枚だけね、サーフィンワールドさんだったかな、12フィートぐらいのダラダラの波だけど、一本もう必死の覚悟で抵抗してる写真は出してもらったけどね、その後に食らっちゃった。多分僕それ見たことある。あるすげえでかいな。なんだろうって、え、牛越さんこんなの乗ってんのと思ったんすもん。まあまあちょっと長くなっちゃったけど、死ぬそうなったのは、いやーすごいなー。いやー、いや、あんまり思い出したくないけど、いや、まあ、今は死ぬよそれ食らったら。いや、鍛えてたからね。逆にないんですか、ヒデちゃんは。ないですか。死ぬそうになったことあったら、ハワイも結構作るんだじゃん。ないっすね。ちょっとヒットしちゃったとか。ないですね。本当。はい。僕結構臆病なんで、もう安全に接してるから。チャンピオン取れないわそんな。で、臆病だから負けないように頑張るタイプですね。なるほど。はい、まあそういうシチュエーションもあるわね。僕もでも写真残らなかったんですけど、うん、結構ワイメアででっかいの載させてもらったことあります。本当。あとサンセットも一本だけ堀口新平さんにお褒めの言葉を言っていただきました。ね、何、はい、ワイメアでかいの載ってんの？あ、でもワイメアでも。でも入ってんの？はい、入りました。で一人で行って、その時も新平君に褒めてもらって一人で来て偉いぞ。すごいいいサーファーもたくさんいますし、命を懸けてビッグウェーブを行く人もいますし、はい、サーファーがもう少し収入が増えていける時代が来たらいいですね、はい、まあ今自分はサーフショップをやりながら、初めてサーフィンする子にサーフィンを楽しんでもらう方法を教えたり、キーポンサーフィンの人にいかにずっとパドリングさせるかっていうところに面白さはね感じてるけどね。ああ、うん、サーフィンを広めてって教えてあげてっていう、いろいろ考えてやっていきたいですね秀吉さんはこれからですよ、はい、もうやっぱりちょっと引っ張っていってもらわないと。そうですね、うん、はい、引っ張るってやっぱり自分がやっていくしかないから、はい、自分のサーフィンずっとうまくいることがまず。あ、そうですね、うん、サーフィンは秀吉のサーフィンを追求してもらった方がいいと思いますよね。わかりました。来年も気合い入れていくわけですよね。はい、もうもちろん気合入ってます。気合入ってる。いいね。気合入ってるんで今日会いに来たんですよ本当。で、お願いなんですけども、はい、一緒にこの後サーフィンをしていただきたいなと。やりますか。で、やっぱり師匠として来シーズン、はい、僕の来シーズンのために一言アドバイスまたいただけませんでしょうか。来季もやるってこと今聞いたんで、はい、まあ、おのおの背負ってるものあると思うんで、その背負ってるものを再確認して何のためにやるのか、
どうしたいのか、もうしっかり今年の12月までに決心して、はい、1月1日からそのやる目標を見つけれれば間違いなくいい成績が出ると思うの。何のためにやるのか、どうしたいのかだけを、はい、それはもう自分でしか決めれないの。人の真似じゃないの。自分がどうしたいのかだけはっきりしてればそうなる。わかりました。信じてます。ありがとうございます。頑張ってください。サーフィン自体のアドバイスはありますか？ありますか？よかったよかった。あとサーフィンは、はい、もっとパワーつけてほしい。はい、わかりました。年齢重ねていくとパワーがやっぱり薄ってくるから、そこを維持するためにトレーニングとかいろいろあると思うんだけど、まずはサーフィンのパワーをもう一度フル回転できるように陸でのトレーニング。サーフィンはね、正直うまい。でもこれ以上うまくなるかっつったら自問自答になる。それは海外に行って WCT サーファーと練習できるんであれば、それは違うものはまた返ってくるかもしれないけど、今この現状でうまくなるには、今のサーフィンのオフザリップのところを5しかパワー出してないんだったら10のパワーで出せるようにトレーニングをされてやったらいいんじゃないかなと、はい、フィジカルトレーニングみたいなやつですか？うん、まあフィジカルってさ、結局自分のことだから、自分がしっかりしてればいいものどんどん取り込めるのよ。ああ、なるほど、うん、だからいかに自分の頭をクリアにしとくかっていうことは、やっぱり努力しかないんだろうね。はい、余裕、マインドですね。マインドがあるんです、うん、余裕があるとやっぱりいいみたいな、人間で。余裕ですね。でも試合中は余裕があってもいろいろやっぱり緊張が出てくるから、はい、それはもう長年ね、20周年っていうことなんで、秀吉のサーフィンのテクニックはもううまいんで、今のテクニックを変えなくてもいいから、自分の出せるパワーボディをもっと作ったらどうですかね。わかりました。2メーターしか飛ばないスプレーを4メーター飛ばす、もうそれだけで多分サーフィン変わったっていうふうには俺はちょっと思っちゃうけどね。わー、なんかありがとうございます。なんかスタイルを変えろとかじゃないと思う、はい、この丹田なおへそからバーンと回すパワーをだけでいいんじゃない？わかりました。なのでサーフィンは今の10倍ぐらいパワーをつければ5倍、5倍出てくんじゃない？あ、なるほど、そういう考えですね、うん、マインドセットですね。目標よりも高い設定して、うん、確かチャンピオンとか優勝したいって言ってるとなかなかできなかった思い出があるね。もっと上の目標があって手前が取れるようなマインド説が自分のサーフィン道にもあったかもしれない。だから大きく言うときは思いっきり大きく言って、その本当に欲しいものがやっと取れるぐらいの。勉強になります。なので、はい、来季はパワーサーフィン見たいですね。わかりました。もうスプレーがドーンって飛んだやつ。ドーンってやつ、わかりました。もういわゆるドライブターン、はい、ベースのサーフィンですよね。元ワールドチャンピオンのサニー・ガルシアさんがインタビューで言ってたけど、サーフィンは波の上でやるもんだって言ってた。まあ空中殺法、エアリアル、ローテーション、いろいろあるけど、やっぱりジョン・ジョンがそれはいい例でね、波の上でのレールワークも一流じゃない。ちょっとやばいっす、うん、それなくしてエアしてもつなぎがもうダメだってことだと思う。波の上でサーフボードをどう動かすか、どうユニークに楽しむか、その言葉聞いた時に、はい、あ、俺飛べねえしいいやと思って波の上でやろうって。よくない、なんか波の上でやるんだってサーフィンって、うん、もちろん飛ぶのはもう主流だよ、その、まあ、格言があるからだと思うんですけど、はい、エアにしか点がつかなかった時代から、もう今ではレールワークでも全然出るもんね、点が出るっていう風に変わったんで、そうすると秀吉ちょうど来年ジャッジのクライテリアをいろいろ踏まえてレールワーク得意だからいいんじゃない。あとパワーですね、その今紹介されてくれた、うん、まあ、あともう一つ言うなれば、優勝するんであれば、チャンピオン取るんであれば、得意技っていうのにもう一回執着してもらって、はい、秀吉しかできないなんか技があるといいね。まあ、ジョンジョンで言うとあのフルカーブだね、スープに戻ってっちゃうやつ、はい、うん、なんかじゃあ一個、うん、なんだろうね、俺もちょっとちなんで練習していきたいけど、まあ、得意技っていうとなんかレイバックとかってイメージがちょっとあるんだ。レイバック、はい、レイバックとかよくないですか。テールが飛んじゃうやつ、はい、とかフローターをもう本当に5、6メーターいつも滑ってくるやつとか、まあ秀吉のいいのは多分あれだね、ボトムからフルスロットルでレールワーカーってカービングのスピードでノーズを後ろのカールに持ってくるやつとかいいじゃん。はい、それができたら必ず結果に出るんじゃないですか、はい、人とかじゃなくて自分がそこができた時にヒート中それを見せれてジャッジが点数をつけてくれると、そこが楽しいんじゃないの。出すぞこっちはつって、そっちも点数出せよっていう、なんか CT そうじゃない、どうってこうなんか牛越さんに言われるとイメージが湧きますね。湧く、はい、俺は結構見てるから、いろんな人のサーフィンちゃんと見てくれてるんですね、うん、いや嬉しいですね、こういうアドバイスをいただけて。で必ずポケットから離れないサーフィン、そして上手いサーバーの VTR バンバン見てもらって、好きなところは指先から研究してもらって、はい、好きなサーバーを真似してもらえば来年1点でも上がってもらえればと思いますけどね。
ありがとうございます。こういうアドバイスいただけて本当に僕もイメージ湧きますし、ありがたいですね。なかなかこう今の僕の地位だと誰も何もやってくれないので、うん、そうだな、秀吉には言えないな。本当にアドバイスもらってありがたいです。いや、秀吉には先輩しか言えないと思う。それはみんな一緒だろよ。怖くないんだけどね、みんな。じゃあ、今から一緒に行きましょうか、サーフィン。セッションお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今から一緒に牛越さんとサーフィンさせていただきます。うっす。デデン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 。ビルメのレギュラーいいんじゃない、あれ。だってもしかして、ヘリースレーターの真似したっていいんだろう。あれは普通の、はい、ビスコートだ。見ました。いいよ、ここ綺麗。うん、すげえっすな、これ。ほんとだ、あんなに撮ったの。いや、山っすね。うん、じゃあ、牛越さん、お願いします、場所。あそこの切れ目、まあ、なんか、なんですか、試合の前に、うん、私、ここでちょうど練習したっすもんね。やったね、最高でしょ。同じ場所でやります。じゃあ、はい、あれでいい。はい、全然全然、行きましょう。ああいうのいっぱい乗りましょう。行きます。よろしくお願いします。Does it only control you? Let me in, I hurt.
ください。今日は選手ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この間の最終戦の前にもたまたま僕たちここで一緒に練習させてもらって。そうだったね。はい、そして大会後にもまたここで練習させてもらって、はい、吉子さんに切れてると思って気がしてしまいますね。よかったよかった。本当ね、ベテランの今の現役のねサーバーのサービスをお気軽にしてもらったけど、やっぱりピンが全部出てる。うん、そこにパワー入れたらすげえんじゃねえかな。今日は対談もしていただいて、はい、その最後にアドバイスもいただいて、はい、パワーをつけた方がいいってことをおっしゃってたので、はい、このオフシーズンにしっかりとそれが来シーズン体現できますように頑張りたいと思いますので、はい、また今後ともご指導のことをよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。密かに海入ってて見といていいですか？あ、お願いします。真似させてもらいますね。いいですか？もう本当に僕のカットバックは少しイズムのなんで、アベマさん、ニコさん、来シーズンは僕がカットバックしたら牛腰カットバックってことで言ってください。というわけで、今日は本当に久しぶりのこの対談もしていただき、参加していただき本当にありがとうございました。こちらこそ呼んでいただきありがとうございました。今日を期待しております。どうも。それでは皆さんありがとうございました。牛腰さんのインスタグラムをチェックです。こっちいないか。こっちか。ありがとうございました。よし。はい、ヒデちゃん、ほとんど P だから俺が喋ってそうですね。この場で撮っといて、なんかちょっと P ポイントで